はい、おはようございます。すみまるです。今後ともよろしく。ロスチャイルド第3話ですね。コウとめぐみという新しいキャラクターも出て、それでもやることは、難航しに出て、我がつかみを買って、経験値とエーテルを稼いでね。いやー、まあ前回のコメント返しになるんですが、コウとかシンとか、なんか、なんだろうね、中国系というか、アーミットと契約する人は、漢文読みというか、漢語表現っていうんだっけ。ああ、もうなんか最近国語というものをやってないから、そういう単語忘れちゃったな。が、の読み方が多くて、レイディアは、和語じゃなくて、本当に、なんて読むんだっけ、まあ、日本読みの漢字の名前が多いよねっていう、感想を言ったら考えすぎだよっていうコメントが来てました。そうですか。すいません。じゃあ、続きをやっていきましょう。前回、どっちに行こうかなとは言ったんですけど、まあ、こっちですよね。今日は出れるのかよ。もちろんだ。私たちには、あまり時間がない。あまりか。その時間を全部使い切ったとき、一体何が起こるのか。俺には全く想像がつかないし、愛だって具体的に何が発生するかは分かってないんだろう。それ、つまり死ぬって意味じゃなくて。おお、あってま、今日はコンセプションのセリフもないんだね。日中は人通りの激しいビル街も、夜更けを過ぎるとめっきり人足が衰えてしまう。生暖かい風が雨足を強め、耐えることなく街を濡らし続けている。どうだ、この辺りにはいそうか。もう完全にカリウドですな。意識内部で俺は愛に呼びかける。そういえばコウはアーミットのことは知ってんのかな。我がつかみって蹴られてきたら困るな。いつもの通り、ボルトラがコンセプションしてケルベネスになった状態で移動を続けている。でもケルベネスもね、なんか技がガルムスマッシュじゃないですか。ってことはなんかオルトロスがどっかにいるのかなとふと思ったり。近くに一体のパターンがある。ビル街の中にか。強化パーツもしくはバージョン違い、パワーアップ後はオルトロスになるとか。あ、なんかそれはおかしいな。そう、以前まではもう少し奥に入ってから出現していたような気がするが、奥ってどの辺を指してんだろう。出没の範囲が広がっているんだろうか。俺は愛のオペレーションに従ってケルベルスの移動の方向軸を変えながら走行を続ける。だがなかなか間がつかみには想像しない。ああ、レベル上げたい時に限って敵が出てこない症候群。物欲センサーみたいなもんだよな。もうどうした、反応が消えたのか。すまない、ロストしてしまった。エーテルの展開範囲を広げて敵の座標を再度探知する。ステルス型の間がつかみとかいいのかな。そういうこと。愛が標的の座標を見失うなど今までに一度もなかったのに。そしてビル群を過ぎた飛びすぎたところでようやくケルベルスは間がつかみを施した。いたいた、中空を飛行してるからおそらく鳥型の間がつかみに違いない。鳥か。はい、準備はいいか。鳥か。ん、俺が呼びかけても愛は寸度も反応を返せなかった。おい、聞いてるのか、敵はもう目の前なんだぜ。分かった、いつでもいい。愛は考え事から冷めた人みたいに上の空の口調で言う。大丈夫なのかよ。間がつかみはこちらに気づくと急降下してこちらに急襲をかけようとしてくる。ケルベルスは応戦態勢に入り敵の攻撃に備える。やるぜ。しっかりなんだろうね、思考が落ち着け、精神を乱す。あんたが言うな。くそ、袋小路だな思考回路。全力だ、飛ばしていくぞ。速攻でいく。ライダーキックと。
命がけなんだ。悪く思うなよ。見せどころもなかった。やっぱり調子悪いのか。なんもなかった。そんなことはない。そんなことなくないぜ。お前明らかに集中を欠いてたって。そういえばケルベルスになってる時は雨を浴びてる感じはないんだろうかね。一応俺はパートナーなんだからさ。お、考えてることがあるならちゃんと伝えてくれよ。わかった。お、なんか庄司君かっこいい。グイグイと何者かに引っ張られるような感覚。全身に重量がのしかかり、やけに胸が苦しく感じて。助けてくれ。何を言っている。甘やかされにも程があるな。脳みそをシェイクされたような感覚とともに、視界は一気に鈍い光に満たされる。てめえまたそういう乱暴な起こし方を。天地がひっくり返されたような衝撃で、俺は嫌おうがなく目が覚まされる。いい加減、起きることくらい自力で何とかしろ。あのな、起こす起こさないはともかく、そういう起こし方はやめてくれよ。毎日寿命が3日分くらい縮まるからさ。一部の業界ではご褒美ですぞ、多分。長寿はこれくらいしないと起きるまい。そんなことねえよ。一体どこの世界にこんな起こされ方して嬉しがるやつがいるんだ。いるよ、多分。少なくともこれを見てる人の一部ぐらいは。目覚めに嬉しいも嬉しくないもない。ただ起こし、起こされればよいのだ。とにかく俺の上からまずはどいてくれ。頼むからさ、この起こし方を日課とかにしないでくれよな。それはいい案だが、それも生じ次第だ。俺は深い探索をつきながら時計の方を見上げ、どうかしたか。なんだよ、いつもより早いじゃないかよ、時間。あらま。余裕を持って起きることは悪いことではない。何の気まぐれかは知らないが、愛はいつもより30分も早く俺を起こしにかかったらしい。ああ、それは迷惑だ。くぅ、学生にとって朝の1分1秒は札束より貴重だというのに。いや、札束の方が俺は。お前って日常生活に限っては正論しか言わないんだな。正論は正しいことだ。そうなのか。お前がレイリアでも何でもなかったら、多分いいしつけ役になれるんだろうな。少女は犬か。私が人間に教えることなど何もない。そうかな。尾崎のレイリアは英語の教師をしてるんだけど、ま、何はともあれいつも通りに会いに戻っていて、俺としてはほっと一息だ。昨日は明らかにおかしかったからね。あれってインディン固めって言うんだっけ。なんかそんな感じのニュースが前あった気がするな。リビングに行くと、テレビの上には、テレビじゃねえ、テーブルの上にはつけっぱなしのノートパソコンが置かれ、いくまいもの書類用紙が散乱している。おや、珍しい。いつもはジージンのトースターやジャムの蓋が転がっているというのに。あ、起きてきたのね。ちょうどよかったわ。あら、どうしたの。私今すぐ家を出ないといけないから。あら、朝食は自分たちで用意してちょうだい。あら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 。母さんはカバンにいろいろな小物を詰め込みながら早口を俺たちに言う。よく見ると化粧でごまかせないぐらい目の下にクマができている。また徹夜仕事したんだな。つまり締め切り間際ってやつね。わお、ピンポン。もうね、あと2時間以内に入稿しないと本当に真っ白なページができちゃうのよ。ギリギリすぎるわ。毎度のことながら思うんだけど、もう少し余裕を持って取り組めないのかな。これ雑誌の編集のこととか全然わからないんだけどさ。飛び込みのニュースでも入ったのかな。母さんも外見は若いとはいえ、実年齢はそれなりに言っている。だからなるべく体力的に無理なことはしてもらいたくない。私ってエンジンがかかるまでにかなりの時間が経っちゃうタイプなのよ。スロースターターなのか。もう少しなんとかしたいと思ってるんだけど、これがね。お年ですかね。これは入れるのか。見るといつの間にか愛がテーブルの上の書類を吐き集めて桃子に渡そうとしていた。ありがとう。もう愛ちゃったら優しい子。書類を受け取る際に母さんはいきなり愛の頬にキスをした。あの、
それじゃあとはよろしく頼むわね。あ、帰りも遅くなるから夕食は外食するなりなんなりしてちょうだい。お金はいつものところに入ってるから。あら、意外に裕福なのね。さすが子供二人を高校に行かせるだけはある。母さんはカバンに全てのものを詰め込み終わるとドドドと足音高く玄関の方に消えていった。戸締まりもしっかりね。アイちゃん、私頑張ってくるからね。あの、一応実の息子がいるんですけど、ここに。嵐が過ぎ去ったように室内はわずかな熱気を残したまま静寂に包まれる。あの慌ただしさ加減は多分死ぬまで治らないな。いや、定年の頃には治ってほしいもんだな。長生きしてもらいたいもんだ。俺はソファに腰を下ろすなりぐったりとしたつぶやきを漏らす。なんだよ。やはり血の遺伝は抗えないものかな。え？は？少女の計画性のなさは母親譲りなのかと思ったのだ。ああ、そこか。何言ってやがる。こう見えても俺は計算高い性格してんだからな。計算高い性格してたらテストで赤点取ったりしません。計画性のあるやつは朝誰かに起こしてもらったりしない。全くである。またそれかよ。お、今腹の音というよりへのような音だ。不意に俺の腹の中が鳴り出した。そういえば朝飯も自分たちで用意しなきゃいけないんだったな。30分早く起きてよかったね。なあ、今日は母さんもいないしコンビニでパンでも買っていくか。しかし愛は俺の言葉を無視してキッチンの方に向かっていく。おい、お前まさか。愛は棚の中からフライパンを取り出し冷蔵庫の中から卵を取り出しにかかる。無駄な出費をするには及ばない。いや、でもお前料理なんかできたっけ。非常に疑問だ。ちょっとだけ桃子に教わった。ああ、それはよかった。普段の朝の献立くらいなら可能だ。嫌な予感するけどそれはよかった。言いながらアイはフライパンに油を引きガスを点火する。むう、オール電化ではないのか。こんなハイテク都市だったらオール電化な気がすんでもないんだが、こいつも結構突発的に何かをやり出すやつだな。見るとアイは間がつかみに対するような真剣な顔つきでウィンナーかなんかを痛めにかかってる。怖い、嫌な予感がする。怖い。俺も手伝おうか。俺はその手つきが気になってアイのそばに近寄る。無用。そうかいそうかい、なら俺は出来上がりを楽しみに待っていますよ。嫌な予感がする。俺は皮肉を交えた口調で言いながらテーブルの椅子にどっかと腰掛ける。そうしろ。そして10分後。ワクテカするな。おお、よかったよかった。食卓の上には一応の定裁が整ったが朝ごはんが用意されていた。食べれるものにはなっているはずだ。見た目だけすごい豪華で食べると爆発するゆで卵とか塩の味がする卵焼きとか、野菜を食ってるはずなのに石のような硬さとか、そういうもんではないんだな。そういうのに愛は自分に盛り付けた分を食べ始めた。じゃあいただきます。俺は恐る恐るベーコンエッグ一切れを口に入れた。うん、うん、どうだ。もう全然食える。ああ、よかったよかった。当たり前だと言いつつ少し安堵の色を顔に浮かべているように見えるのは俺の気のせいだろうか。でもこいつがまさか自主的にこんなことをやるのとな。母さんの力はやはり偉大なのか。母は強し。なんだよ、二人して人ん家の前まで。何言ってんねんな。ご学友様が二人も迎えに来てやってんねんから少しは嬉しそうな顔をしろや。いや、その二人のうちの一人がやたら浮かない顔してるんだが。私はそんなつもりなかったのに。いや、俺が家を出た時にこいつが前方約50メートルの距離を徒歩で高速移動中のところを発見、捕獲したんや。徒歩で高速移動中って。時藤の家に寄ったら回り道なのにさ、無理やり連行されちゃってさ。それはめんどくさいな。一人で行くよりも大勢で行った方が楽しいやろ。特に憂鬱な朝なんかはな。今あんたのどこが憂鬱なのか300字以内で説明してもらいたいわ。なかなかの量がありますな。言っておくけどな、母さんはもう出かけたからな。そんな。桃子さんの顔を見ると俺のメランコリックな乙女心も新しい靴下を下ろした時みたいに晴れやかな気分になるのにな。あのさ、メランコリックって何なのぶっちゃけ。
よくわかんないんだけど。憂鬱で OK。 いまいち把握できてないんだよな。今のあんたが乙女心だったら私は一体どうなのよ。明美に乙女心は似合わんな。パパか。なんだって。そういうところや。まあしかしや、今日は一刻も早くこの記事をお前と愛さんに見せようと思ってきたんやで。記事？坂本稲田がカバンからおどろおどろしい表紙の雑誌ムーか。なんだムーか。なんだそりゃ。前に何度も見せたやろ、俺の愛読しているメジャーな雑誌や。お前が愛読してる時点でなんとなくマイナーな気分にしかならんわ。ああ、あれね、どこの書店でも片隅に埋もれてるオカルト雑誌か。アホ、同志たちの間では超メジャーな雑誌なんやで、ね、これは。それをマイナーって言うんや。その基準がどこから来ているのやら。そんな趣味の悪い表紙の本、私だったら絶対にレジに持っていけないな。確かにこれをレジに持ってくのはかなりの勇気がいりそうだ。そんな本書店に置くなよ。血濡れになったゾンビだかグールだかわからないやつが不気味な表情で喘いでる表紙な、ホラーじゃねえかよ。超科学系かと思ったら。しかもロゴが恐怖を強調する意図があるのか、震え文字になってるし。そうか、今月号はなかなか気合入っとって俺は気に入ってるんやけどな。愛さんもそう思いますよね。即悪。わお、さすがは愛さんや。お前らという言葉の品格がちゃうわ。同じこと言ってんだがな。坂本は愛の一言で感極まったような仕草をする。お前バカにされたんだぞ。相変わらず愛に歪んだ尊敬抱いてんのがこいつ。とにかくこんなところで立ち止まってないで早く行こうぜ。じゃないと早く起きた意味がない。そうだな、電車の中で見ろ。こんなとこで見んな。ほら、あんたもその俗悪な雑誌早くしまいなよね。歩き出しながら明美は坂本のカバンに雑誌を押し込もうとする。おいおい、まだ誰も文通相手募集のコーナーすら読んでへんやんか。は？誰も読みたくなどない。そんな文通募集してんの。俺たちの素っ気ない態度は逆に坂本のオカルト魂に火をつける効果に与え、ん？火をつける効果を与えてしまったらしい。なんか前もこんな展開あったな。いつものパターンなのか。地下鉄に乗り込んでも坂本は一目もはばからず例の雑誌を取り出して俺たちに読ませようとしてきた。せやかてな、時とこの記事はお前に全く無関係というわけではないんやね。む、長つかみ関連か。俺がそんなオカルト雑誌に関係あるわけねえだろう。いや、それがあるんや。この前俺たちに襲いかかってきた化け物のこと覚えとるか。そりゃ忘れたくても忘れられないだろう。あんなのよくそんな嫌な出来事を嬉しそうな顔して持ち出してくるわね、あんた。まあ根本的に変態だからな。でもな、この記事見るとやな、あん時化け物が俺らを襲ってくれたことに感謝せなあかんくらいなんや。はあ？変態的な感性を持つ人は日常感覚が麻痺しちゃうみたいね。変態的な感性ってどういうことや。俺の場合は神秘的なものに憧れ続ける少年のような純粋で豊かな感性なんや。純粋な変態だろ。だから自分のことを純粋って言えること自体怪しいわね。まあともかくな、あん時の化け物が最近市街地の方によく出没するらしいね。ほう。それにな、かなり信憑性の高い目撃談もあるんや。ほう。やだ、市街地って隅っこだけど学校も入るじゃない。それでなんだ、まさかまたその探索に乗り出そうって言うんじゃないだろう。いやいや、その前にあの感謝せにゃならんっていうあの流れは一体どういうことなの。なあ、今がゴールドラッシュみたいやからな、俺も近いうちに出撃しようと思ったら。行ってこい一人で。そうかそうか、それじゃまあ頑張ってこいよ。何そんな人事のように言ってんねんな。お前も探検隊員として市街探索ツアーに組み込まれてるに決まってるやん。いらんやん。断る。そんな釣れないこと言うなや。一人で行ってこいよ。絶対後悔するって。だって今回は別物も見られるかもしれへんねんで。別物？はあ？ラーミットか。その別物って。坂本は待ってましたと言わんばかりの顔をしてから雑誌に目を閉じ始める。この記事によるとやな、何でもあの化け物が出現するだけでなく化け物同士が戦うこともあるらしいんや。化け物同士が戦う？それって間がつかみ同士で戦ってるってことか。何でも俺たち襲ったやつとは違う種類の化け物がいるらしいんや。アーミットがやっぱり種類があって化け物同士が対立するってことは、考えてみや、
どっちかが生きるために片方が食料となるんか、バケモンが繁殖するための戦いかってことも考えられるねんで。ちょっと、それってゴキブリ並みに増えるかもしれないってことじゃない。例えが嫌だな。詳しい生態なんかは全然分かってへんから、その可能性もありえるな。それでな、別物の方はなんか人に似た形をしとるのもいるらしいんや。まあ捕食っちゃ捕食なんだがな。へえ、かっこいいのかなそれ。見てみるかい。実物を見てみんことには何とも言えんな。どや、アケミ、興味あるんやったら俺と一緒に行ってみひんか。バーカ、そんな危険なとこに私が行くわけないでしょ。そうだそうだ、行ったところでお前はどうせ選ばれないで食われる立場だ。バカって、クソ、気持ちはわかるがね。な、時とは興味湧いてきたやろ。お前はもう冒険心が溢れる寸前やんな。溢れる寸前どころか腹が減ってしょうがないレベルだぞ。コフーコフー、バケモンにそこまでお膳立てされてもうたの。ああマジだ、おっしゃったよ、お膳立て。お、市街地に行ってみるのが礼儀。スウェゼンクワノは、スウェゼンクワノはなんてやってんの。何や、まだあかんのかいな。一人で行ってこいだから。俺は坂本たちに気づかれないようにそっと愛に目くばす。じゃあ、愛さんはどうです。今世紀の大発見が生で見られるかもしれませんよ。好奇心が旺盛なのもいいが、ほどほどにしておくことだな。いずれ、取り返しのつかないことになるぞ。はあ、しかしまずいことになってきたな。これは公にこんな記事が出るようでは俺たちの正体が見破られるのも時間の問題かもしれない。得てしてヒーローの正体をバラすのはマスコミでは、マスコミはマスコミでも末端の週刊誌の方がメインだもんな。どっちかっちゅうと、まあそんなイメージあるよね。チャイムが鳴り響くと同時に教室内は一斉にざわめき出す。穏やかな喧騒が辺りに漂う中、俺は席後ろの席にいるユダに声をかけようとする。しかしユダは少しだけ焦ったような顔をしていつもにか教室の出入り口の方に向かっていた。あれ、なんか用事でもあるのか。あれれ、どこ行くの。ユダちゃん、ちょっと届け物があるんです。あら、お兄さんにお弁当。届け物って誰に。まさか彼氏にとか。何やって。彼氏おるやろ、ここに。違いますよ、お兄ちゃんにこれを届けてこようと思って。あ、やっぱお弁当だね。言いながらユダはランチマットに積まれた弁当箱を持ち上げてみせる。それって弁当だよな。うん、今朝私が寝坊したせいで持っていけなかったんです。そっか、じゃあ早く届けてあげなよ。お兄さんも待っていると思うし。そうですね、それじゃあちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。ん、なんか変なアクセントだったな今。ユダは弁当を手に持ちながら駆け足で教室を出ていく。そして残された4人の間には何やら言葉を発しにくい雰囲気が流れている。お弁当ね。アケミは資料深そうな声を作りながらわざとかしこまったような声を出す。はっきり言って似合うな。だよね、あの兄貴が毎日妹に作ってもらったお弁当を食べてるのか。ああそこか。別に毎日作ってもらってるとは限らねえだろ。あの尾崎が昼飯時になるとピンクの包みに包まれた可愛らしい弁当箱にこう黄色い備え付けのお箸でご飯を食べるのか。いやいや、ユラちゃんの性格からして絶対作ってあげてるわよ。そうかな。そうだって。俺もそう思う。確かにユラは兄に優しい感情を抱いているんだろうけど、あの兄弟はかなり微妙な関係にあるような気がする。ふと視線を上げると坂本が兄に妙な視線を送っている。なんだ。いや、愛さんが弁当を作ったとしたらこんな風になるんじゃないかというシミュレーションを脳内で繰り広げておりまして。絶対失礼なこと考えてるこいつ。はあ、これってやってみるとなかなか面白いで。その人の性格から作りそうな弁当を想像するんは。はあ、なるほどね。それでお前のシミュレーションとやらによると愛はどんな弁当を作ってるんだ。俺の予想だけど、こいつの頭の中では紫色の液体が弁当の蓋からこぼれ落ちてるようなイメージだと思う。
俺はアホらしいと思いつつも一応その結果を聞いておくことにする。坂本は右手の人差し指で額を押しながら何やら儀式めいた仕草をしだす。何を、見えた、よく見えます。愛さんが俺に作ってくれるであろう弁当は。お前に作るんか。だったら米の上に梅干しで十分だろ。というか愛があんたに弁当を作るなんてことありえないから。ないなあ。さあ早く校庭の方に出よう。あれゆらちゃんが待っているかもしれないし。あれ結果は、うんだな。じゃあ行くか。いい匂いですよ。これは、これは、え、あれ、え、ちょっと待ってな。つくづくピエロのやつ。ちなみに俺が弁当作るとなると中に何が入ってそうですか。参考までに言っておくと、うちの母親はまああの普通の弁当箱にですね、なみなみとカレーをついで学校に持って行かせたことがあります。俺に、ええ、昼食時はちょっと汁が漏れまくってえらいことになってましたけどな。そんな弁当を目の当たりにしている俺は一体どんな弁当を作るでしょうか。答えは CM の後。いやマジでちょっと電話がすいません。はい、失礼いたしました。ユラは長いこと愛の創作に時間を費やしていた。所属するクラスの教室から廊下の端々、校庭と息を切らせながら兄の居場所を見つけようとした。そしてようやく兄の姿を目にした時、ユラはほっと息をついた。だが兄の横に立っているカイの姿にも気づくと、ユラはここに動揺を覚えるのを自覚する。おお、初めてか。ああそうだ、教師が隣に立ってんだから、やべえ兄貴なんか怒られてるしみたいな感じかい。まただ。はい、ユラは尾崎とカイの元へゆっくりと歩みを進めていく。あら、カイはユラの姿を黙認するなり、優しみ優しみにあふれた微笑みを見せる。優しみ、まあ、憎しみ、あるから、まあそんな単語もあんのか。だが尾崎は妹の姿を見てもニコニコもしようとしない。そのどころか面倒くさそうな表情すら浮かべる。お兄ちゃん、これ、キュさん渡せなかったから。ユラはそーっと尾崎に弁当箱を差し出す。しかし尾崎はそれをなかなか受け取ろうとはしないで、大きなため息を一つつく。ユラ、何度も言っているが、昼飯くらい一人で賄える。余計なことはしなくていい。ダメだよ、お兄ちゃんって放っておくと絶対適当なもので済ませちゃいそうだもん。栄養のバランスって重要なんだから。愛されてんなぁ。カイは兄のそっけない態度にもひるまず、きつく言ってくるユラを好ましく眺めている。だがユラはカイが自分をそういう目で見てくることにちょっとした不快感を催していた。どうしてこう、お前は子供なんだ。尾崎は半ば呆れたような顔でユラに言ってくる。私子供なんかじゃないよ。年だってお兄ちゃんとほとんど離れていないんだし。そういうことを言うところがお子様なんだよ。カイのため息が。ユラは尾崎が自分を子供扱いしてくるのはしょうがないと思っていた。だがカイにそういう自分を見られることは屈辱のような気がしてならなかった。じゃあもう私行くから、ちゃんと食べてね。今まで転校を繰り返してるって言ったから、なんだろうね、知らず知らずのうちに独占欲ってもんが随分と成長したのかね。ユラは貝を見るたび湧き起こる思いを抑えられない。あの人は一体兄の何なのだろうかと。ましてやただの教師と生徒といった間柄ではないことは確かだ。ああ、思春期の妄想ですね。それ以上なんだけどね、実際は。そんな疑念が貝を見る目に宿る。あなたは一体どうかしましたか。いえ。不意にかけられた言葉に自分の思いを見透かされたような気がした。いけない、ここにいては。ユラはその場から逃げるように立ち去っていった。そんなユラの後ろ姿を眺めながら、カイは微笑ましく思った。相変わらず可愛い妹さんですね。いつまでも甘さが消えないんだよ。
あいつはな。それはあなたを大切に思っているからですよ。くだらん、このバカ兄貴は。ねえ坂本、あんた行儀悪いよ。何してんの、買い食い。待て待て、暗号がかかってるかもしれへんからもう一度おさらいしてるんや。何言ってんのこいつ。そんなのかかってるわけないじゃない。いや、この雑誌はその可能性があるからおもろいんや。それノストラダムスの予言書みたいな感じだろ。怒ってから実はこうだったんだよな、なんだってみたいなさ。坂本は今朝の投稿時に俺たちに見せびらかしたオカルト雑誌を歩きながら読んでる。あーで、怖い人にぶつかってすいませんすいませんって言いながら土下座するパターンか。ねえアイ、あいつに何か言ってやってよ。私が何言っても聞かないからさ。言っても聞かんなら実力行使だろ。さあアイ、鍛えられたあなたの足で あやつにローキックをかましてあげるんだ。やらせておけばいい。ああいう状態の人間に何を言おうが無駄に過ぎない。真理ですな。そんな、ちょ、人を変人扱いすんなや。変人だろ。いつも下校時に読んでる教科書がオカルト雑誌に変わったくらいやんけ。アケミ、お前ちょっと大げさすぎやで。なかなかですぞ。私はあんたが心配で言ってやってんだよ。おお。ほんまか。何よ、いきなり変な顔してさ。だっていつもひどい目に遭ってるから、たまに見る優しさがたまらんのでしょう。この顔のどこが変やねん。真剣そのものの顔やんか。そっちかい。あんたが真剣な顔なんかすると逆に変に見えんのよ。きついわそのセリフ。え、じゃあ俺の普段は。しかしこれはな。なんだよ、またあの記事を読んでんのか。意外とこういうやつが真理に近づいたりするから困りもんだ。俺は少し気になって坂本の雑誌を横から斜め読みするようにする。そこには魔がつかみらしき姿のやつが人間を襲っているイラストが書かれていた。うん、やっぱりこれはどうしても行って確かめなあかん。行ってらっしゃい。前にも言った通り、俺はその探索行には付き合わないからな。せいぜい危険な目にあって懲りてきなさい。アケミ、周りは敵ばっかやぞ。だからその顔はやめてってば。バケモン探しは絶対にお前の価値観を広げてくれる。そんなところの価値観なんて私は一生広げたくないね。変な宗教に誘われてる。はあ。今朝母さんに言われた通り、オルタイは夕飯をどうにかするためとりあえず商店街に来ていた。この商店街で揃わない食材はないし、喫茶店や定食屋なんかもある。おいいね。オルタイはしばし歩道の真ん中に立って減りつつある人の流れを見ていた。さてどうする、手っ取り早くそこら辺の店にでも入るか。いや、その必要はない。ほん？ってことは自炊するってことか。心配しなくていい、私が作る。おお、なんか自信ついてる。そっか。おら、苦笑を浮かべながらその場で何度かうなずく。尾崎が妹の家に弁当を届けられる姿も想像しがたいが、愛がこうして買い物をしたり夕飯の支度をする姿はあまりにも似合わない。ま、今朝の朝飯が想像以上にまともだったので、さして心配しているわけでもないけど。じゃあどうしようか。失礼なやつ。冷蔵庫の中はまだいろいろ残ってたような気がするんだけど。万願全席一丁。缶詰というのはどこで売っている。スーパーじゃない。缶詰、そのもんスーパーでもコンビニでもどこでも売ってるよ。コンビニで缶詰売ってるんだっけ。コンビニの缶詰っていうとなんかペットの餌のイメージがあるんだわ。ではそこに行くとしよう。なんか普通の缶詰って売ってたっけ。最近のレトルト食品って大体パックものになってる気がするが、あー、この時代はどうなったんだろうね。場所知ってんのかと思ったら、案の定愛は立ち止まりこちらに振り返ってくる。知らないなら勝手に行くなよ。すまない。いいね、ちょっと燃えるね。俺は今朝坂本が言っていた話を思い出していた。奴が鼻息を荒くして読んでいたあのオカルト雑誌、うさんくさいばかりかと思っていたが、確かにあの雑誌の記事にあった正体不明のモンスターってのは魔がつかみを指してんだろう。いや、それだけじゃない。俺たち、アーミットも含めて。
今やオカルト雑誌だけのネタに終わらず大きな社会現象と化しているのは明らかだ。連続猟奇殺人事件だな。最近全然ネタとして入ってこねえけど、それは連日の報道からも見て取れること。そう、ほぼ毎晩のようにその犠牲者は増えてきているのだ。そして忘れてはいけない、俺もその犠牲者の一人であったこと。愛の言う通り、いい加減意識を変えていく必要があるのかもしれない。俺はあの夜愛に命を助けられた。下がまめやん。その代償としてこの日常、この社会、家族や周りの人たち、自分を取り巻く全てを捨てなければならんと時期がいずれくと突然のを感覚的に理解している。なんか今日下がまめやんな。すでに俺は普通の人間ではない。そう、愕然とするほどに最近わずかではあるが、マジで愛や海の言うエーテルの波動というものを感じられるようになっている。認めなくないがゆえにそのことを愛に告げることはなかったが、集中力を高めれば自分の五感を体の外側に広げ、周囲の状況を放射状に認識することができるようになってきたのだ。いやー、着実にレイディアの細胞が同化してますな。明らかに以前にはなかった力、その力を持ちながらのほほんと学生生活を送ることができるのか。愛はこう言っていた。エーテルの展開は敵を、魔がつかみを呼ぶ。俺のこの力が日増しに大きくなってきていることを考えると、いずれ周囲を巻き込んでしまうことは明らかだ。それが分かっていながらも、俺にはこの日常を捨てる勇気が、覚悟を決めることができない。先の見えない未来に何の希望も持てないからだ。それは高校生全般に言えることではなかろうか。愛が買い物をしている姿を遠目で眺める。現実と非現実。そう、今の俺たちの縮図を見ているようだ。いや、非現実という例えはもうありえないな。俺たちが直面している問題は全て現実であり、ただ俺だけがその現実を受け入れられないままなのだ。こんな毎日をずっと続けられるわけなんかない。いつか取り返しのつかない時代になってしまうまで俺は。今なんかホラーゲームの幽霊のようにフェードアウト直前に出てきたな。帰宅するなり愛はキッチンに立ち、その夕飯の準備に取り掛かった。エップロン。朝食時と同じく俺は厨房に入ることを拒否され、ぼーっとテレビを見ながら出来上がりを待っていた。そういえば母さんは一体何の記事を書いてんだろうね。今はやっぱ間がつかみ関連かな。モニターには子供向けの完全懲悪者のアニメーションが放映されている。最近あるか完全懲悪者のアニメーション。6時7時に、あ、土曜の朝とか日曜の朝ならまだわかるんだが、それを見ているうちに眠気じゃねえや、水気を催したのは、ソファの上でいつの間にかうとうととしてしまっていた。はい。悪い。とりあえずできたから。もう桃子さんもう歓喜の表情で食うだろうな。残り物、前の呼びかけで起こされる形になった俺はぼにゃりとした体を引きずって食卓に着く。睡眠期か。テーブルの上にはミートソースが絡められたパスタが盛り付けられていた。まだこれしか作れないから。なるほど、缶詰というのはホールトマトのことを言ったのか。いや、十分だよこれ。そしてオルトアイは2人だけの夕飯に取り掛かる。ケチャップ入れます？ミートソースに。俺はあんま入れない方が好きなんだけどね。そもそもケチャップが苦手だからね。愛は黙々と自分でこしらえたスパゲッティを口に入れていく。うまいよ。お前料理の才能があるんじゃないのか。こういうタイプって増長するとアドリブで料理作って偉い目に遭うんだが。そうか、手順通りにやっただけなのだが。いやいやいや、レシピ通りに作るということをなかなかしないもんだよ人間ってね。なぜか桃子に教えてもらったいくつかは、そんなに嫌いじゃない。料理をする時間はな、楽しいよね料理って。
ずいぶん伊賀のとこに適性を見出したもんだな。まあ必要だよな、そういうのも。お前だってさ、四六時中敵のことばっかり考えてるんじゃないだろう。いくら追われる身といってもさ、常に警戒は怠ってはいない。そうなのかもしれないけどさ、たまには息を抜く必要だってあるんじゃないかって言ってるんだよ。緊張しっぱなしじゃお前だって体が休まる暇がないだろう。私の心配などする必要はない。相変わらずだな。おそらくこの日常は愛にとっては非日常なんだろう。時折忘れそうになるが、愛はレイディアで人間じゃない。だからさっき俺が苦悩していたように、彼女も日々思い悩みながら適応しようとしているのではないだろうか。しかし愛は躊躇しない、愛はうろたえない。反省しませんうろたえません、反省しません、違うか。ただ愛のままを全て受け止め、その上で現実に対応しようとしている。俺はそんな愛の強さに羨望のようなものを感じる。いやいやいや、それで前回迷ったんだけどね。まあわかるわけないよな、そんなの見てないんだもの。まだ俺と愛との間には隔たりのようなものがあるが、愛をもっと理解できたなら俺たちの関係もきっと夢よりずっと強く、そして生き残れる力を得られるのだと思う。その時オルトボスが、違うか、あらー、いい部屋に住んでらっしゃる、めっちゃいい部屋に住んでらっしゃる、すごいセンスあるインテリアというか、かっけえ。自宅のリビングで久しぶりに兄弟水入らずで過ごしているらは大きく探索した。ほう、愛の秀勝がこの家にいる時間は短く、ほぼ寝るためだけに帰ってくるようなもの。彼がいて何をしているのか皆目見当つかないが、それを取り詰めたところでお前には関係ないと一方的に話を打ち切られる。いつだったかおえつまじに訴えたこともあったが、秀勝は冷ややかな眼差しのまま何も言わず、イラが泣いているのをただ見ているだけだった。イラは寡黙の兄が一体どこにいて何をしているのか、とにかくそれが知りたかったね。え、あ、おー、なんか新鮮、なんか新鮮だな、新鮮なんだけど、私服になるというユナちゃんのスタイルすごいな、なんか普通にすごいな。なんか服のセンスはまあ部屋着だからあれだとしてもな。てか兄貴それ学生服のワイシャツじゃねえの。反応してる、ちゃんと反応してる気がする。妹の読み書きに尾崎はピクリとも反応を示せなかった。何か考え事をしているような表情をしている。ねえったら、黙ってろ、集中できん。またそういうことを言うんだから。今何もしていないじゃない、お兄ちゃん。そう言えない、イラちゃん、兄貴にはな、見えないものが見えるんだよきっと。しつこく話しかけてくるイラに尾崎はため息をついて応じる。なんだ、用件は手短に言え。この調子だ、兄弟でさえまともな会話ができないなんて絶対普通じゃない。一体何が彼をこんな人間にしてしまったんだろう。少なくともいいじゃない、2年前まではそうじゃなかった。2年もアーミットやってんか、つまりこいつそら強いわ。あの日の秀勝はもっと人間味のある優しい兄だったはず。いやきっとね、今でも変わってないよ、根底のとこはね。そう、ちょうどあの頃から兄は家を留守にすることが多くなっていた。何も言い残さず家を出ていくかと思えば深夜ひどく疲れた顔をして帰ってくる。その時は決まって不機嫌で、ユアの言葉に応じることなく寝室に閉じこもる。しかも最近はほぼ毎日のようにそれが繰り返されていたんだ。お兄ちゃんって家にいないことが多いけど、いつもどこに出かけているの？監視だけじゃなくてちゃんとマガツカミ狩りもやってるってことなのかな。それをお前に話す理由も必要もないな。一言大きいな、本当に。そう、今日のお昼に一緒にいた人誰なの？ずいぶん綺麗な人だったけど。あれ、一緒にいた時に先生って言ったよな、庄司君いたし。うちにも
たまに来てるよね。あ、マジっすか。お前には関係のないことだ。いい加減分別を持つんだな。そう言い残して尾崎は自室へ引き上げていった。分別って何に対する分別よ。なんかなんだろう、離婚直前の夫婦みたいな会話してんな。本当に日々自分の知らない部分の増えていく兄、年齢が高まるとともにそうなっていくのは自然のこととは思うけれど、裏にはどうしても割り切れない部分があった。ずっと長い間2人で生きてきたんだから。あら、夜半を過ぎても母さんは帰ってこなかった。うん、区切りがいいし今日はここまでにしましょうかね。なかなかワンパートで一日が終わらないね。ごめんね、難しいわ。それでは、今回もお付き合いありがとうございました。また次回もお付き合いしていただければ幸いです。しばらくはのほほん会が続くのかね。うん、まあ夜の戦闘はあるだろうけど、それでは、お付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様でした。